僕とリゾさんもそろそろ体力の限界がやってまいりました。46歳と45歳、そうか、まあだ、まあ大体一緒ぐらいで、ちょっと下ぐらい、かなり下ぐらいですけど、精神的にはあの実は一番厳しいかもしれません。あれでも一番若いや。そうじゃあちょっとメンバー紹介をしたいんだけど、音が見かねえ音が、あった今日本当ありがとうございます。じゃあまずあのホテルカルフィナのボーカル、なかなか見えにくいですけど、ドラムナウ上田ナウ、なにわの通天閣の真下に本当に住んでます。オンキーボード、本当はね、この人は僕らと一緒に音楽やってちゃいけないんですよ。ちゃんと金稼いできなさい、本当に。奈良から来てます。青澄さん、ミス、あ、水だな、水止まない。京都のご当地の有名な芸大出てるんですけどね。こんなことやってていいのか、本当にお前は、みたいな。それで今日はかなり炸裂して太陽光を消耗しております。きれい、素敵なギターを持ちましたミスター・リゼイ門脇でしょ。彼は住んでるのが彼だけ京都です。今日はちょっとね、もう一人紹介しておきたいと思う。どこにいたら、おいちえちゃん、ちえちゃん、ちえちゃん行く前に旦那紹介しなきゃな、すいません、順番間違えました。次に行く彼女の旦那、おぎょう、北川君です。雨も上がって、明日はいい虹が出ると思いますよ。うまい。それで、6人目のメンバーみたいなもんですけど、いろんな、こんな世話が入ってくる。どこにいるのかちょっと暗くて分かんないんですけど、ちえちゃん、
Someday I wish I'd understand where the dewed and crowded behind me. When trouble make a lemon drops away above the chimney tops, that's where you find me. Someday over the rainbow, way out far, just far over the rainbow, winding through all I can add. Just far over the rainbow, why do you know I can't hide? Why can't I hide? Why can't I予定してたっていうのもあるんだけどね。ギターの、ね、音がなんか途中で来てちょっと待ってね。座れない。ちょっと椅子出そうか。なんかやっぱりちょっと電気系とかほとんどこれデジタルですからね。あのギターとこの元を繋いでるのがランケーブルで繋いでる。ほう。このギター自体に絶対おかしい。全然サイクが入ってる。なんでランケーブルだ。おかしい。ランケーブルだけ。そうおかしい。パソコン通信してると一緒。これはね結構ねアメリカではもう当たり前なんかギターの会社を取ったんですけど、日本ではなんかコルグの宣伝が下手くそで。プログラムとかがね、ズーム US8 撮ってもらうときは、ね、めんどくさいんだよね。で、とあるところでいろいろ書き込みしてた使い方、みんな知らない人がいっぱいいて、結構日本で私先駆者になってしまってる最強のバリアックスのマスターです。あんまり嬉しくないかというまあな、じゃあ、まあ、気楽に行こうぜ。